はい、おはようございます。2022年6月の23日、現在8時54分になったんですけど、開始が9時からなんですが、昨日買ったこの3スノーピークですね、昨日の終値が2545円、昨日買った値段が2544円、プラス1円でプラス100円で終わったということなんですけど、今日のこの板を見てると、現在2522円、買い気配で 16,200 株の買い気配があるんですけども、売り気配2523円の売り気配で、15,200円、昨日より22円安値のなんですけど、そうなるとマイナス2300円ぐらいになるってことなんですね。昨日この部分ですね、この部分で買ってプラス3000円ぐらいあったんですよね。だからそこで売っとけばよかったっていう一つの捉え方ですよね。昨日も話したんですけど、多くのこうデイトレをやるお金を持ってる方ですね、やっぱりこのぐらいの上げ幅でも売り買いをするっていうことですよね。ただ私みたいに資金が40万しかないという、まあ頭の体操っていうかね、シニアになって、まあ私何度も言うんですけど、シニアになって泣きなしの金を使ってね、株式投資をして金儲けをするっていうことはほぼありませんから、まあ遊びでね、この金はなくなってもいいんだみたいなんだったらやってもいいとは思うんですけども、マイナスになってもそれ以上追加しない、やっぱりそういう覚悟でやらないといけないんじゃないかなと思うんですよね。でこう自分が実際購入して、こういうふうに YouTube に上げます、でやっぱり負ける、これが普通なんですよね。だからその辺をこう見てる方、シニアになって金儲けしたいとかっていう方、絶対やめてほしいと思うんですよね。はい、ということで今8時56分、2539円売り方、買い方も2539円、このままだと2539円で決まる、あ、40円、2540円ですね。この辺で決まる可能性強いですね、今日の。そうするとマイナスの4円なんで、マイナス400円ってことですね。で昨日も話したんですけど、 SBI 証券、売り買いの合計が50万以下なら手数料はかかりません。だから昨日も購入したんですけど、買っただけなんで手数料はかかってないんです。で今日これを売るとすれば手数料はかかりません。で上がれば上がったが利益、下がれば下がった上は損益っていうことなんですけども、今2540円、これちょっとうろちょろしてますね。ただその下が軽いんですよね、2533円、ちょっとこれね、ちょっと板が動いてますよね。だから2536円が200株しかないんですね。2534円、200株、2533円、300株、これ買い気配のこの板がすごい少ないんですよ。で上は2545円が1500円の売り気配ですね。さらにその2563円が8000株の売り気配なんです。そうなると上に行くのが重いっていう風な捉え方は一般的に捉えられるんですよ。ですけどこの8000株っていうのが見せ板の場合があるんですよ。商いがやることで、あの8000株どっかに消えましたよね。8000株あった、あの見せ板の場合があるんです。あの上を重く見せようとして、そういう手法を行う場合があるんで、やっぱり素人の人ってこれ難しいですよね、この飽きない。じゃあどうやって判断していいのかなとか、今58分であと2分ですね。
この辺で決まりそうですかね。2536円だとマイナスの、800円ということですね。ただここを見てもらうと分かるんですけど、昨日ちょっとこう刻んでますよね。これが長ければ長いストンと落ちる可能性よりも上がる可能性が強いっていう、そういうふうに感じてるんで、まあこれは下がる可能性もあり、もちろんあります。これチャートを見てみると、これ半年間のスノーピークのチャートなんですけども、2200円ぐらいが底なんですよね。ここ一回ここで底つけてて、こちらもここ底つけてますよ、ね、で高値が3630円、それすると600円以上のここの差があるんですよね。600円上げてまた600円下がったと。ほんで今ちょっと上げ口調かなみたいな、これをね何とも言えないですよね。これが1ヶ月ですね。これが5日間なんですけど、2380円が5日ぐらい前に、5日前ですね、そこで、あ、今動きましたね。9時になったので商いが成立してます。2540円ということはマイナス400円だって、今また下がってますよね、マイナス14円、わ、マイナス2400円、こう下げてますね。2520円が安値ですね。だから一時2400円のマイナスですね。今マイナスの700円です。自分の持ち株のここに出てるんですけど、これがマイナス、損益がここに出てるんですけど、マイナスの700円。ただね、このスノーピーク、昨日も企業内容説明したんですけども、燕三条にある会社でしたっけ、キャンプ用品とかアパレル製造販売ですね、高級品に強みがある。だからある意味ソロキャンプって今流行ってるじゃないですか。そういう意味だと結構有望なのかなとか思いますよね。で一株配当も10円、去年の時点で10円で、今年の、2022年12月予想は12円なんですよ。2円増配してますよね。そういう意味を考えたら結構業績もいい会社っていうふうに捉えられると思うんですよ。ただこう上げ幅が厳しいんですよね。このチャートを見てもそうなんですけども、上げ下げが半年でこんだけ600円、これは1ヶ月ぐらいですかね、1ヶ月半ぐらいで600円も下がって、さらにここから戻すということなんで、これ昔のもっと1年ぐらいのやつを見てみると、これが1年前なんですよね。1500円から4490円までですよ。だから3000円ぐらい上げてたんですよね。そこからまたここで下がって、また600円上げて、また600円下げてって、今ここで今現在にいるんですけども、今チャラになりましたね。また今プラスになってますね。ここから2520円が今日の安値、それで今2549円プラス500円ですね。今ここで売ればプラス500円で済むってことですね。はい、ということでね、今この株価のこの見方ですね、今もう便利になって、こうやってノートパソコンでね、株価を見ながら売買ができる時代なんですよね。今ね、素人の方が証券会社に行って、証券マンの方に話をして、この株欲しいとかっていう、昔はそういうことを私もやってたんですけども、今もこのネットで売り買いが簡単にできる時代になりました。でネット証券も今たくさんあるんでね、その中で好きな証券会社を選んで売り買いをするってことも簡単です。で送金も今もうネットからネットへっていう感じで、簡単に送金もできるし、便利な時代になってるんです。
ですけどね、簡単に買えるんですけども、やっぱり慎重にやらないといけないんじゃないかなっていうのは基本ですね。だから若いうちはいいんですよ、借金してもまた立ち直れるから。年寄りになってね、なけなしの金でやっていくっていうのは結構大変だと思うんで、絶対株はやらないでください。もしやるんだったら亡くなってもいいというような、そういう気持ちでやるしかないと思うんですよね。現在今プラスの2900円まで上げてきましたね、下げてきたのが、今日だから9時に2520円、この時買っていった人っていうのはもし2580円で売れば、6000儲かってたってことですね。これがデイトレの人のやり方なんですね。お金のある方はこれを絶えず売り買いをするということですね。利幅が少なくもいいから、まあ、数千円とかコツ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 1日で何回もやる、まあ、それは資金があればのことなんですけど、少額しか持ってなければ1日で行ってこいしかできません。また買って売るってことはできません。やっぱりね、資金がたくさんあれば売り買いができるってことなんですよね。まあその辺が今3600円ですね。今この時点で売れば3600円の利益になってるってことです。はい、儲かるときはこういう感じ、儲かるまだ売り買いしてないんでね、まだちょっと様子見なんですけども、ただ昨日は150円ぐらい下がったんですよ。だから今日どうなるかっていうことですね。だから長いチャートを見たときにこれはどういうふうに判断するか、まあ、まあ私もね、ほんと素人と同然なんですけども、シニアの方でね、もしこう見られてて株やって儲けようとかっていう人がもしいるとしたらね、やっぱりよっぽど勉強しないとダメですね。あとビギナーズラックとかっていうのもたまにあるんだけど、それで調子に乗っちゃうと資金がどんどんなくなっちゃいます。株で儲かるっていうのは何回も言いますけど、100人中に5人いるかいないかぐらいだと思います。多くの方が株で損しますから、株は絶対にやらない方がいいです。やるなら捨ててもいいようなお金ね、まあ、生活費とは別、貯金とかはまた別、そういうふうな捉え方をしないといけないんじゃないかなと思います。今5000円ですね、プラス5000円になりました。なんかもっと上に行くような気もするんですけどね。だけど一本調子で上がるってことは滅多にないんですよ。ここで今 こんだけこの陽線が出てるんですよ ね。これがポンポンポンと上にこう行くことはあまりないですね。上げて下げて上げて下げてってことで、またこれも分かんないですよね。一気に下げる場合もあります。で、指定株とかそういう風になりやすい場合っていうかな、そのファンドですね、そういうものがちょっとこの銘柄ちょっと動かして儲けようかなっていう時はちょこちょこ買ってって上でドカって売るようなやり方もあるんで、その辺ちょっと難しいですよね。素人がどうやって判断していいか分かんないんですけど、はい、ということで今回はシニアになったら株はやらない方がいいというか、私がこう実践で買いながらちょっと説明してみました。はい、ということで、以上になります。